皆さんこんにちは、市村正親です。僕はまあここにありますタイトルのスクルージ、クリスマスキャロル、ディケンズのね、金貸しの主人公のスクルージという、なんていうかな、お金のことしか考えないそういう主戦闘的な、役割ですね。これが、あるクリスマスの夜に、過去の精霊、現在の精霊、未来の精霊と出会うことによって彼のは人生をこう生き方を見つめ直すというようなお話ですよね、うん、僕側からすれば、はい、僕は逆に言うと、はい、みんなで作り上げるミュージカルスクールで、もうみんなで作る、今こう見てていろんなあの場面とかこの場面とかあるけども、こう見てたらば、ああそうだよ、みんなでこう作っているスクルージ、これにあとアンサンブルの子たちもいっぱいいてね、子役の子たちもいてね、でみんなで作るこのミュージカルスクルージ、そこがやっぱりもうこの言葉に尽きるかなっていうふうに僕は思いました、うん、それとまあ僕の本当にいじめっぷりですよね。この畑中君、今度ね初参加なんですよ、まあ、どんだけいびられるかまだ本人は知らないんだから俺もだからもうどうやっていじめようか、もう今からね、もうそれ考えると眠れないぐらい面白い、嬉しいいじめればいじめるほどね、この人のサンキューベルマッチの曲が聴くんですよ、うん、まあ本当によくできた作品ですよね、ご家族で1年の締めくくりをぜひ、このスクルージュで、味わっていただけたらと思っております。ぜひお越しください。はっ、バカバカしい。世界で一番クリスマスを嫌う男、スクルージュが2年ぶりに帰ってくる。名作クリスマスキャロルを原作にしたファミリーミュージカルの決定版。今年も市村サンタが人生を変える最高のプレゼントをあなたに贈ります。豪華キャストが夢の共演、ミュージカルスクルージュ。